はい、木下さん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。なんか沈んだ顔してますけど。いえいえ、なんか明日から憂鬱な日が続くんですよ。本当ですか。はい。ね、なんかこんな時期に、そうでしょう。はい、日本を離れなければいけないと。ということはこれが最終回になるんですよ。そうならないことを祈ってますけど。本当ですか。はい。そうですか。今回はですね、まず、うん、FIA GT4 の車両を ね特集しました。結構ね、僕こういう車好きで。いや、僕も。そうですか、うん、はい、やっぱりノーマルベースでレースをするっていうのは結構面白いですよね、うん、車のその良さが、うん、そうですね、うん、はい、はっきり出るんで、うん、そして、まずはその BMW M4 の GT4 ですね、はいはい、これはあの砂子さんですから、木下さんの大の親友ですか。いや、向こうがそう思ってるかどうかわかんないけど、ええ、これあの塾長が走ってる時に僕韓国で一緒になって、はい、あの応援してたんですけど、はい、やっぱりね、あのストレートがこう BM の GT4 は速かったんですよね、うん、だからコーナリングこそはちょっと不利だったっていうような話もしてたんですけど、うん、その分こうストレートでね速かったっていうところもあるので勝負になったんですけど、はい、今年はどうなるんでしょうね、ね、うん、VOP の関係でスーパー耐久ですからね。そうですね、はい、うん、まあでもそもそも、うん、このそのなんて言うんでしょう、こうGT4 のベース車って、まあ、国産だとまだ今開発中だったり。いやいやいや、そうなんですよ。それね、僕ヨーロッパ車のすごいところって、はい、ノーマルで新車で買ってきたまま、うん、ニュルブルクリンクをずっと走れるんですよ、うん、燃料がなくなるまで、うん、例えば国産だと富士を走るのに新車で買ってきてそのまま走れないじゃないですか、はい、まず走れない理由としては油温が上がってしまう、うん、で制御が入ってしまって、はい、アクセル踏んでも前に進まなくなる。そうですね、抑えられて、はい、で水温も上がっちゃう、うん、次に、ブレーキが焼けちゃう、はい、フェードしちゃう、うん、あと燃料が、満タンよりも一目盛り減るとガソリンが来なくなるみたいな、はい、でもヨーロッパ車は何もないんですよ。最後まで走る、全然走れちゃうんですよ、はい、しかももっと言うと、そのアームのこれ GT4 のレースって、ノーマルベースなんで、はい、サスペンションはまあノーマルのままなんですよね、うん、でブッシュ形式だったらもうそのままブッシュ形式のまま、車高調が単純についたまま状態みたいな車なんですよね。足回りチューニングカーに近いですね。そう、チューニングカー、みんなが乗ってるチューニングする時のシチュエーションと同じセッティングなんですよね、はい、もうアライメントありきの車、ええ、でアライメント見るにも塾長のピット見に行った時に、はい、もうアライメント大変なんですよね。何時間もかかって変身カムで微調整なんで、ちょっと触るとすぐ変わっちゃったりとか、基本そこも市販車に、市販車なんでそのままなんで、ええ、まあ、そういう意味ではそのブッシュもこういうそのヨーロッパ車って結構しっかりしてるんですよ、はい、しっかりしていてアームの動きもすごくスムーズ。でも国産の車ってブッシュは柔らかくて大きくて、はい、振動を吸収させるために、うん、柔らかくて、でスピード出すとそれが動いてしまってダイレクトなフィーリングがないとかね、はい、いろんな要素があってすごい差があるんですよ、国産の車とヨーロッパ車って、うん、まあ電子制御の入り方もそうですよね。全然違うんですね。 ABS のそのきめ細かさとか、フルブレーキした時に本当に浅く細かく入るのがヨーロッパ車で、国産はもうとにかく ABS 働かせるみたいな、はい、介入が早い、あと大きい、抜いてる時間も長い、液圧を抜いてる時間も長いで制動距離も想定より伸びてしまったりとか、そういう味付けも全然違ったり、トラクションコントロールのその考え方も違っていて、そのアクセルを踏んで失速させないトラクションコントロールなんですよね、ヨーロッパ車って。なるほど。でも国産のってもう明らかに自分乗ってるドライバーがうわ遅くなったっていうトラクションコントロールなんですよね、はい、抑えてしまう方法。そうですね、その辺の考え方とかが全然違うんですよね、うん、あまりにも違う。そういう意味じゃその GT4 というカテゴリーの車をメーカーがこうやってリリースするっていうのは割と、あのね、多分マーケティング的にはすごくいいんだと思う。あのレギュレーションがある中で触れる部分っていうのは市販車とそんなに大きく変えられないので、はい、
元のベースがいいか悪いかで成績に直結するのですね。はい、そうですね、はい、だってもう本当まんま、そうなんですよ、まんまあの形ですね。そうなんです、そこがこの GT4 の面白さ、はい、乗る方も面白いし、車両を選ぶチームも面白いですよね、うん、どの車両にするか。そうですね、で乗り手も面白い、見てる側もどの車が今年の車が速いのかな、いいのかなって思うじゃないですか、うん、そういう点での面白さってのは絶対 GT4 クラスっていうのがありますね、うん、本当にあのズバリね、あのディーラーがスポンサーにつくこともできるだろうし、そうですね、あの本当に売れる車は速いでしょって言える車ですからね、はい、そうですね、非常にいいと思います。そして鈴木弘選手、スナクさんのチームは基本的に去年まで、ブランパンの GT アジアの方で使ってた車両を、はい、そのまんま、S 帯に持ってくるので、なるほど、まあ、そのスーパー耐久の BOP 次第でどうなるか。そうだね、うん、そこがね、うん、ちょっとネックですよね。そういうこと、本来は VOP じゃなくて、はい、その車の性能を 100% 発揮した状態のレギュレーションにしてくれるのが見てる側は面白いはずなんですよ、うん、はい、どの車が本当にどこが速いのか、ストレートがズバ抜けて速くてコーナーが遅いのか、コーナーストレート遅いんだけどコーナーが速くて運動性能がいいことによって速いのか、うん、そういうところを本来は見たいんですよ。そうですね、そうでしょ、それはそうですね、それで あの車性能がいいんだとか、ね、見たいじゃないですか、そういうところ。それ VOP で抑えちゃうとね、そこがね分かんなくなっちゃうんですよ、ね、本当はいいんだけど、いいんだけど抑えられちゃうからあんまり大したことないんだ、ないんだって見てしまうのもちょっと、ね、車を見る側としては楽しみがなくなっちゃう。そうですね、できれば VOP はあまり関係ない方が僕としてはね、はいはい、いいと思いますね、うん、はい、で青木選手ですね、うんうん、は去年の最終戦から5次元の、はい、AMG の GT4 ですね、うん、こちらで参戦しているんですね。で今年も継続して参戦ということにはなっているんです、うん、なるほどね、はい、この AMG はねやっぱりその GT3 にかなり近いんですよね、はい、だから BMW はノーマルに近いそのミッション形式なんですよね、うん、ほとんどノーマル、はい、ノーマルのミッションとか、ね、でも AMG はもう GT3 なんですよね、はい、ミッション自体だからすごくロスもないし、はい、シフトアップした瞬間に加速感も、はい、もろダイレクトだし、うん、でも BMW は一周遅れたりとかっていう、はい、そのやっぱり誤差が出てしまうんだけど、はい、AMG はもう本当にダイレクトのレーシングカーっていうミッションですね。なんかね青木選手も言ってたんですけど、うん、そういうその GT3 と同じミッションだから、そうでしょ、音もいいって言ってました。そうなんですよねキューンキューンってね、はいはい、あのギアなりの音がね、するんですよ、うん、これ市販車かいっていうぐらいのね。そうですね、そうなんですよ、これこの車って僕も乗ったことあるんですけど、うんうん、結構ね、まあ、チューニングカーと比べたら、はい、ラグジュアリー感ですよね。おもう足もすごくしないかだし、はい、かといってものすごいロールするわけでもないし、はい、すごく乗りやすいんですよ、うん、快適、うんうん、ハンドルも軽いし、はい、全然イージーです。そうなんですね、うん、ピーキーの動きは全然ない、うん、ただ行き過ぎると急なオーバーが出たり、はい、アンダーが出たりとかっていうのは、まあ、当然市販車ベースだからあるんですけど、非常に乗りやすい車ですよね、はい、そうちょっと行き過ぎたらっていうのは割と一番来るのはやっぱ重量なんですか。重量ですね、重量配分。なるほど、うん、ベンツの場合はフロントちょっとヘビーなので、はい、あれだけやっぱりノーズが長くて長いですもんね、はい、だから例えば富士の 100R とか、ね、こう入っていってフロントに一番荷重がかかるとアンダーが出やすいとか、はい、でロールがなかなか戻らないとか、うん、っていう、うん、デメリットはやっぱり出ちゃうんですよね、うん、FR ってそういう意味では癖がないっていう、うんうん、BM みたいな、はい、50対50の重量配分は BMW、はい、でややフロントが60対40みたいな、フロントがややヘビーで、うん、リアが40っていう重量バランスは割とメルセデスそういう傾向なんで、
やっぱりドーンっていった時の荷重の弱さっていうのは BM よりもメルセデスの方がちょっと辛いかもしれない。なるほど。でもそういう意味でも電気制御の精度っていうんですかね、トラクションの性能だとかアクセルを全開にしてもそのトラクションのかかりがロスにつながらないかかりかっていうのは AMG と BMW の味付けが違うんですよね。だから砂子選手は乗りながらトラクションコントロールが働かないように乗ると速いっていうのか、AMG は片や AMG はトラクションコントロールをフルに使ってアクセル全開で加速 していきながらトラクションコントロールを使いながら行った方が速い車っていう可能性もあるんですよ、それは履くタイヤにもよるし、走るシチュエーションにもよるんですけど、どっちが速いかっていうのはやっぱりサーキットによっても差が出てくると思うんですよね。そうでしょうね、だからまあそのABS の介入にしても ABS をいかに効かせないように走る方が速かった BMW に対して AMG はフルに ABS を効かせたまま入っていった方が速いかもしれない、その辺の電気制御の使い方もね、あの肝になってくるクラスなんですよね。なるほど、だからまあ基本としては ABS を使わない方が絶対速いんです。これはあの読者のみんなも同じようにその街乗りからサーキットで楽しむときにサーキットで走るときに ABS をギリギリ効くか効かないかで走った方が最大制動力で使って最短で止めて曲がるっていう意味なので、ABS をギリギリ使わないで走った方が早いですよね。なるほど、まあ、ところででもそのこの種の車ですね、あのブレーキが結構アシストがないじゃないですか。そうなんですね。そうなんですよ。一番違うところってそこなんですよ、まあ、ハンドルも違うんですけど、ハンドルは明らかに違ってハンドルね、真ん中ついてないからね、ちょっとね、なんかコースアウトとかしてから戻るの大変。雨の日走ったんですよ、その時に一番最初走った時は雨だったんですよ、タコったんですよ、ピットアウトしてすぐ、ハンドルないんですよ頭がないんですよ、いやまずいよこれと思ったんだけど、あれね、それがねちょっと違和感あって、ギアボックスはノーマルなんで、回す量はノーマルと一緒だから、レーシングカーってなんであの長丁型のハンドルでいけるかっていうと、ギアボックスが1対1に近いんですよね、いっぱい切ったらもうそれでマックスってギアボックスですね、市販車だから、あれはじゃああんな形してるけどまだ回せるんですよ、まだ回せるんですよ、持ち帰らなきゃいけないから、まあ、持ち帰るような走りはしないって言えばそれまでなんですけどね、まあ、でもね、何か危険回避するときはどうしてもそういうシチュエーションになっちゃうこともあるので、空振りしますよね、たまに。そんでブレーキの動力はがっつりいるめちゃめちゃいるんですよ。ですよね、あの車両にも多分そのメーカーのコンセプトにもよるんですけど、BM ベンツなんかは結構動力いるはずです、でマスターバックはついてるはずなんですけどね、ただそれがその市販車みたいにあの軽く踏んだらフッて効くっていうのではないんですよ。ないということですね。そう、でもその市販車のような軽く踏んで効くようなブレーキにしてしまうと、あの簡単にロックしてしまったりとか、簡単に ABS が効いたり、あと競った時、レースなんで相手と競った時にそのミスしやすいんですよね、コントロールがしにくいので、もうどこまでも我慢してポンって踏んだ時にポンってアクセルからブレーキに踏み替えて踏んだ時って結構な力で踏むんですよね、スピードが速いイコール強いので、その時に ABS が簡単に効いてしまうと止まらないとか、コントロール性ができコントロールできないとかになってしまうので、マスター外すことによって思いっきりガーンって動力を上げてもロックしないところを探りやすいし、リリースするその幅も大きい、幅もめちゃめちゃ大きいので、リリースしてる量をすごく分かりやすいから、その間にハンドル切れば曲がるためのブレーキが自然できちゃうんですよ。でレーシングカーって乗りづらいっていうんじゃなくて、乗りづらくて速いっていうイメージじゃなくて、すごく乗りやすくて扱いやすくて速く走れるっていうのがコンセプトなんですよ。
それでではないとドライバーにもうすごくストレスを与えるし、ナーバスな車の挙動だと早く走れないので、それがまあレーシングカーの走りですよね、 GT4 って。そういう基本的なことが分かる作り方をしているのが GT4 なので、まあそのブレーキがアシストがついてるんだけど殺されてるっていう意味はそういうところもある。そこを学べるクラスでもあるですね。そうですね、うん、だから快適なんだけどハンドルも軽いしエアコンも効いてるし、はい、快適なんだけどそこブレーキは思いっきり重いぞと、はい、そうですよね。 そのね、思いっきり踏むっていうのが多分読者はねどのぐらいなんだろうって思うと思うんですよ、うん、でもね本当例えば一発目は思いっきり振ったとしても、うん、そこがちょっと自分はちょっと緩めたつもりが、うん、スーッとそのまま加速するように進むことがあるじゃないですか。そうですね、それぐらい結構いるってことですよね。いりますね。だいたいキロ数で言ってもなかなかね80キロとか100キロとかで踏むんですけど、どうだろうね。あのね、僕で言うと、うん、僕はシートベルトをちゃんと腰ベルトをしないと腰浮い、お尻浮いちゃうんですよ、シートが、はいはい、それぐらい強く踏むんですよ、うん、どこのコーナーも、うん、それぐらい強く踏むんで、うん、で踏むんで、そこで結構疲れる、はい、だからこういう車に乗るときは腰下を、人間の腰下を鍛えとかないと乗れないんですよ。乗れないですね。そうなんです。まあ、ところで木下さん、あの青木選手も言ってますけど、うん、この車シート動かないんですね。そう、ね、あの僕初め乗ったときはもうそういうセッティングにしてあって、足が届いたんで、誰かが気を使ってくれたんですよね。そうそう、今思ったらあれペダルくるんですよってことですよね。そう、ペダル来るんですよ、うん、はい、それで納得した。うん、うん、だから知らなかったですね。全然知らなかった、本の子全然ポジション近いじゃんと思って。木下さん向こうに行くとなんか王様待遇でそうやって乗せてもらえてるってことですね。そんなことないけど、そんなことないけど、意外にねシートベルトもぴったりあったんですよね。もう全然快適な車でしたよ、はい、うん、そしてちょっとね、うん、気持ちがこう入るんですけど、うん、ケイマン。あ、ケイマンいい車ですよね。ね、うん、いい車ですよね。いい車。うん、はい。ケイマン。これも S 帯に出るの、うん、そうです。これケイマンね、うん、超有利だと思う。有利というかね、S 帯向きかもしれないですね。うん、これはあの他の車がターボじゃないですか、うん、でもねこれは NA で、 NA だよね、 3.8 リッター6気筒ですね、うんうん、NA のいいところは、エンジンのパワーがスタートからゴールまで変わらないってことですよね、まず、うん、ターボってどうしても、はい、ブーストの関係上温度が上がってくるとアクチュエーターとかの関係で若干ブーストの上がりが変化してくるんですよね、はい、そうすると最大ブーストは一緒でも上がるまでの設定の上がるまでのブーストまでちょっと時間かかるようになってきたりとかしてタイムがこう落ちてくる傾向にもあるんですよ。でもその分 ANA の場合はそういうことないので、そういう面でもメリット、はい、あとはケイマンのいいところ、ポルシェのいいところ、はい、燃料タンクがフロントにあるんですよ、はい、ドライバーの前にある、前にある、でしかもすごく前じゃなくてダッシュパネルのすぐ前にあるんですよ、フロントミッドシップ。そう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 、そこに燃料がある、ええ、でエンジンは背中にあるんですよね、はい、ミッドシップなんで、はい、本当に背中にあるんですよ、うん、なんであの S 帯みたいにある程度ロングディスタンスの場合はタイヤが垂れてタイム落ちるとかって話よく聞くじゃないですか。ポルシェの場合はもうブレーキングにしてもターンインにしてもフロントタイヤが垂れてきても今度燃料が軽くなるので、グリップは落ちるんできてるんだけど燃料が軽くなることによってそのグリップをカバーしてくれるんですよ。でリアエンジンであのミッドシップなんで、はい、縦方向のトラクションはずっと変わらないんですよ。横方向はまあ当然落ちてきますけど、加速するという面では全然性能落ちないんですよね。そういう意味ではタイムの落ち込みがなくてタイムのスタビリティが非常に高いのがポルシェなんです。ある意味最強説ですよね、レースね、うん、だから F1 でもミッドシップなんですね、はい、うん、速さを追求するとこの設計になる、はい、典型的なパターンですね。じゃあこれはその BOP でどんどん重くされなければ本来は ね、ですね。あんまり言うと、
ね、いけないけど、そうですね、うん、そうだから砂子塾長が乗ってる BMW はフロントにエンジンなんで、はい、あれは重量走っててもずっと変わらないじゃないですか、うん、フロントが垂れてきたらもうカバーするのはもうドライバーの腕しかないんですよ、はい、で燃料はリアシートの下にあるので、もう非常に50対50とはいえ走れば走るほど重量バランスが変わってくる。それはベンツも同じ、うん、でもポルシェはいい方向にしか行かないんですよね。でそういう意味でもタイヤ交換も、もしかするとポルシェはリアタイヤしか買えない可能性もあるんですよ。なるほど。そうすると、うん、まあ、当然ピットストップの時間も15秒以上多分短くなるので、うん、まあ普通に3番手走ってても1回ピット入って出たら、あれなんでトップにいるんだろうみたいな、まあ、そういう展開を見てみたいですね。見てみたいですね、うん、そうですね、うん、BM とかだとね当然前後変えないと、あの辛いレースになってしまうので、まあ、展開によっては左だけとか右だけとかっていう展開もあるかもしれないですけど、まあ、断然トータルで考えれば競馬有利だよね。そうですね、うん、有利だと思う。これちょっとふっと気づいたんですけど、うん、これ例えば重りを積まなきゃいけないって言われた時に、これ積む場所とかも考えてあるのかなと。あのエンジンの前が要するにそのドライビングしている辺に置くしかないですよね。そうですよね。フロントのトランクに入れちゃうとものすごく不利になってしまう。いいところなくなっちゃうんですね。できるだけマスの中に入れた方がいいですよね。そうですよね。いや非常に楽しみだな、これケイマン出てくるとなってます、ね。S帯のスケジュール全く把握してなかった何年間なんですけど、改めて、はい、スケジュール確認したくなるような。ちょっとね、うん、そうですよね、うん、だから、まあ、だからこのカテゴリーってね、まあ、あの STZ っていうクラスになるんですけど、うん、ちょっと注目が高いですよね。うんうん、あの何の車が速いか、はい、まあ、ドライバーの腕も当然出てくるんだけど、はい、どんな車がどういうところが速いかっていう見方もできるので、うん、非常に面白いクラスだと思うよ。確かに、うん、そうですね、楽しみですよ、はい、まあ、早くねこのクラスに国産もね出てきてくれると本当にそう思う、はい、うん、いいですね、はい。